ホンダは7月12日に軽自動車の新型商用車 NVAN を13日に売り出すと発表した。軽乗用車の2代目 NBOX に採用された新世代プラットフォームを活用し、荷物の出し入れなど使いやすさや安全性能を追求した。同社は2018年2月にアクティバンの生産を終了しており、 NVAN はその後継モデルとなる。11年に初代 NBOX から導入を始めた軽自動車 N シリーズでは初の商用車設定。またアクティバンの全面改良は1999年が最終であったため、久々の軽商用版のテコ入れとなった。バリエーションは基本的なモデルである G と L のほか、スタイリッシュなデザインでカラーバリエーションも7タイプと多い。プラススタイルファン、プラススタイルファンとプラススタイルクール、プラススタイルクールも設定した。仕事とレジャーの両方で使うというニーズにも対応している。すべてのタイプに4輪駆動が設定され、プラススタイルシリーズにはターボ車もある。消費税込み価格は126万円台から179万円台まで。開発責任者であるホンダ技術研究所の古舘茂主任研究員は、商品化にあたり妥協しない日本のプロを支える軽バン新基準を作ることにチャレンジしたと話す。軽自動車を使った小口輸送事業の増加や、車を店舗にした多彩な移動販売業など軽商用車ニーズの多様化に応えるべく、使いやすく働きやすい軽バン古舘氏を追求したという。その一つがダブルビッグ大開口という独自構造。ダブルとはバックドアを上に跳ね上げた時のテールゲートウと助手席側のボディサイド部を示す。助手席側サイド部については軽バンでは業界初となるセンターピラーのない構造としており、テールゲートだけでなくこちらからも大きな荷物の積み下ろしが容易にできるようにした。ボディサイド部の開口部は高さ 1230mm、 幅 1580mm を確保している。一方、安全面では安全運転支援技術のパッケージであるホンダセンシングを、同社の軽では NBOX に続いて全タイプ標準装備とした MT 車では一部機能は搭載されない。